雷が鳴り、雨も止むことなく降り続いています。早朝の激しい雨が中部地方を襲い、ある地域では災害も報告されています。ひどく歪んだ変圧計、これは中部昇華圏昇華市の電柱です。落雷を受けて発火し、付近の598世帯が停電しました。幸いなことに家屋への被害はありませんでした。 しかし現在台風2号マーワーが北上しています台風は今後発達するとみられています24時間から36時間後には猛烈な台風に発達する可能性がありますしかしフィリピンの北海の海上に進めば勢力は弱まる可能性もあります台湾への影響は23日と24日が影を握ります 専門家によりますと今後4つの進路の可能性が考えられるということです。 最も可能性が高いのは東の海上から北上し北部、東部に断続的な雨をもたらすこと2つ目は東の海上から北に向きを変え台湾への影響をもたらさないこと3つ目は西南部に断続的な雨をもたらし各地の山間部で午後から激しい雷雨となる可能性そして4つ目は台風2号マーバーが上陸し水不足を解消する可能性です。日日から30日にからにけて台風は はフィリピンの北海の海上から北上する可能性がありますこれはフィリピンを通過するようなものですもちろんこれは大気管流の配置と関係がありますある気象の専門家によりますと今回の台風2号のマーワーのように東から西へまっすぐ突き進むのは珍しいと言います また気象局のファンページでは太平洋の高気圧によって勢力が弱まる可能性があり台湾への影響は少ない可能性とのことですが引き続き台風の動向に注意が必要です。